皆さんこんばんは。海外銘柄の交渉スペシャリスト、林一智と申します。本日はですね、幕開けの管理画面におきまして、自分のプロジェクトの支援者からの購入状況だとか、アクセスとかっていうのがね、わかるアナリティクスという画面がありますので、本日はこのアナリティクスですね、どのようなデータが見れるのか、これをですね、実際のデータを見ながらご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。レッツゲスターレ。はい、そうですね、早速本日のコンテンツ方法を始めていきたいと思います。今日はですね、今画面に見せておりますのは、とあるですね、我々のクライアントの幕開けのキャンペーンなんですけども、このキャンペーンを見ながらですね、どのようなデータがね、幕開けの方で見れるのかっていうのをですね、簡単にご紹介してみたいと思います。これはですね、幕開けのアナリティクスというですね、管理画面から見えるものなんですけども、例えばこのプロジェクトっていうのはですね、約2100万円集まった案件になりまして、まあこれ初動で始まった時にガクンと売上が伸びて、そこからこうだんだん落ちていって、まあ少しずつこう山がいながら、この山っていうのは多分ね、幕開けさんが出してるニュースレターっていうね、ものがこう出されたりとか、ね、その後はね、アクセスの中だるみがありますので、この初動のね、72時間ぐらいが終わった後、どのようにね、売り上げを伸ばしていくのかっていうのはですね、継続した広告だとか、まあ、YouTuber さんとかによる広告とか、まあ、いろんなことを使って行っていく必要があります。まあ、これがね、平均申し込み数、これがコンバージョンレートというものがありまして、だいたい 2.17%。それから平均ページ閲覧数が合計で 147,042回見られた。合計の申し込み回数が3190回ということですね。で、サポーターの属性、これがですね、10代が何人ぐらいとか、女性が何人。これで言うと 73% が男性、女性が 23%。申し込みの支払いに関してはですね、クレジットカードがね、85% ぐらい占めてますね。で、コンビニ払いというのがちょっといっていて、銀行振り込みネットバンクというのがちょっといる感じですかね。はい。まあ、このようなデータが見ることができます。それから、サポーターの居住地域ですね。東京が何人とかね、神奈川が何人とか、そういったことが見ることができます。それから、これは結構重要ですね。流入元、まあ、アクセスどこから来ているのか。これ、幕開けのオーガニックなトラフィックというのはもう 55% ぐらい占めていると。流入元不明。これがね、おそらく Facebook 広告によるものになります。それから、この赤が Yahoo とかね、そういったところで SNS とか、そういうところから流れてきているというのがわかります。で、まあ、サポーターの職業というのはね、購入者さんの職業はどういった職業柄の人が多いのかということがちょっと出ているのと、あと、購入者さんのこの利用リバイスは PC が 26%、モバイルが 73%、圧倒的にモバイルの方で見られていると。いうことがわかると思います。今日はですね、幕開けにおきまして、このアナリティクスでどんなデータが見れるのか、これについてですね、ざっくりと紹介してみました。はい、もし本日の内容が良かったと思っている方は、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメイバーの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.